大サベキ吾は、新潟県出身の検察官。最高検察庁次長検事、最高裁判所判事を務めた。小説家、黒井千次は次男。孫に富士テレビプロデューサーの大サベ宗介。1925年3月に、東京帝国大学法学部独法科を卒業。一旦、日本工業銀行に入ったが、性に合わないと2ヶ月で退職した。 1926年4月に司法官司法、1927年12月に検事となり、大審院検事などを務め、1951年2月に長野地検検事制となる。その後、東京高検事席検事となり、ついで最高再検事、高松広島両高検検事長を務める。東京高検事席検事は、 造船義獄にぶつかったが胃潰瘍の手術のため病床にいてほとんどタッチしなかった。広島高検検事長時代は八海事件の偽証捜査を指揮した。1959年6月に最高検事長検事となる。1963年4月5日に最高裁判所判事に就任。就任の時に判事になっても法律と良心に従ってやるだけ。 早く裁判官の気持ちになりきって、冷静な判断を下せる自分を作っていきますと、語った。前提東京中友事件の最高再審理では、最高検事長検事時代に一審無罪判決の控訴申し立てを指揮する、検察官の職務を行ったとして回避した。1971年3月に定年退官。ありがとうございます。